帰ってきました。どうも、みさきです。先日、タイからこれを持って帰ってきました。わお、これちょっとやばいんだねと思って、中身を見たら、ろうそく入れになっていました。いや、ビビったね。一瞬ビビった。今回は、タクティコーな動きを考えようということで、ちょっとホワイトボードを使って、戦術的に、サバゲーを考えていこうと思います。で、よく私がやってるのが CQB って言って、まあ、近接戦闘ですね。室内だったりとか、野外でもバリケードが多くて、光線距離が近いような森林とかじゃなくて市街地フィールドって呼ばれてるとこが多いので、その市街地フィールドでの話になります。森林フィールドとかバリケードがあんまりないようなフィールドでは、あんまり役に立たない知識なので、タクティコーな動きについては、CQB に特化したも話だと思ってください。じゃあこれ図をよく見てください。ちょっとわからないと思うんですけど、こちらがですね、まあ、自分たちのチームだったり自分自身です。で、この赤色の丸が敵だったとしますね。で、ここが部屋ですね。 CQB ではバリケードに囲まれた空間とか結構フィールドによくあるんですけど、この空間の中で危険な場所っていうのがあるんですね。で、危険な場所はどこかっていうと、例えばここ入り口なんですけど、ここの入り口から敵も味方も入ってくるわけですね。この敵を倒そうと思ったら、ここから入って中の人と打ち合うわけなんですよね。で、この敵チーム、赤色の敵チームも、この人たちを倒そうと思ったら、ここから出なきゃいけないわけですね。だからみんなここに集中して視線を注ぐんですけども、まあ、この辺りをですね、キルゾーンっていうのかな。ここからここに、直線を引いて、この角から角に直線を引いた延長線上ですね。この辺り。はい、この辺が危ないスペースです。この。今赤で塗りつぶしたところが、まあ、弾が当たりやすい場所ですね。当たりやすいとか当てられやすい位置ですね。ここに立ってると基本的にやられると思ってください。じゃあこの赤の人たちは当てられないためにどこの位置に隠れればいいかっていうと、この赤の場所以外ですね。こっちとかこっちです。で、この黄色の人たちはこの赤の人たちを倒すためにどこに行けばいいのかっていうと、ここで同じくこの赤の範囲外ですね。で、例えば敵がここにいたとします。ここにいて、あのドアでこう構えてたとしますね。ドアから入ってくるから、こう構えている時にこの人がガッて来たとします。すると、もうこの人は構えていて、あ、敵来た、バンって当てられるわけですね。私の動画でもこのドアの前を横切った瞬間に当てられた様子とかがあるんですけど、まあ、とにかくここは危ないということを意識しておいてください。だから当てられないためには、なるべくこの位置ですね、このドアの入り口のバリケードからこう隠れたところ、見えないところに行くっていうことです。で、中にいる時も一緒ですね。中にいる時もここは当てられるので、なるべくこの当てられる範囲外に隠れて、まあ、敵がもしこっちにいないんだったら、ちょっとここから構えて待つ、敵が来るのを待つとか、まあ、クイックピークでいるかなってこう見る、一瞬だけ見るとか、そういうことですね。で、次ですね、クイックピーク、さっきから言ってますけど、クイックピークはどういう時に使うのっていうことです。クイックピークっていうのは、こうなんか銃とか構えてる時に顔だけピュッて出して、一瞬ですね、ピュッて出して敵がいるかいないかをこう様子を見るっていうことなんですね。これをクイックピークと言います。で、私の動画のコメントにもいただいていたんですけれども、クイックピークをすると相手の目につきやすくなるので、逆に目立ってしまうよと、そういうこともあるわけです。これは本当にその通りで、例えばですね、ここが壁だとしますね。これですね。ってやったら、とってもね、手の動きが気になりますよね。あ、なんか出た。あ、なんか出てるっていうのがわかりますよね。顔が一瞬だけ出ると非常にここ目立ちますよね。そしてここに視線が集まりますよね。
なのでこれでそこにいるとバレてしまうっていうことがありますので、クイックピークをする際はどういう時に使うかっていうと、すでに反対側に敵がいる、もしくは敵がいるだろうと予測される場合に使います。要するに自分の存在が相手にバレている、もしくはバレる危険性が高い状態の時に使うってことですね。でバレているからもう打ち込まれる危険があるから 0.3 秒以内にこう引っ込めるってことですね。だってあ、やべいたって感じですね。プッて見てもうこの後ろに例えば銃を構えてる人がいたとします。でシュッて見ると向こうはあう、なんか顔が出てるってことでバンって打ち込むんですけど、人間が標的の存在を確認してそこに打ち込む、トリガーを引いて弾が発射されるまでに 0.3 秒以上かかるらしいんですね。早くても 0.3 秒。なのでそれ以内に引っ込めれば敵に位置がバレたとしてもあの当たらないっていうこと。だからクイックピークを 0.3 秒以内にする必要があるらしいです。クイックピーク以外の方法としてスローピークっていうのがあるらしいんですね。それは何かというと早くじゃなくてゆっくりするってことなんですけど、これがクイックピークですね。スローはもうほんとゆっくりするだけなんですけど、はい、こんな風にゆっくりするんですけど、ゆっくりする理由としてはさっき言ったように速い動きが相手の目に止まりやすくなってしまう。でも逆に人間ってゆっくり動くものってあんまり気づかないんですね。なんか YouTube でもずっと見てると写真がいきなり変わっている映像とかありますけど、ゆっくりした動きって人間はあんま気づかないんですよ。でこのスローピークに対しては敵がこっちの存在に全く気がついていない時に、様子を見る時に使うとのことです。なのでどっちかというと CQB よりも野外フィールドとかの方が多用することが多いと思います。あのギリとかスナイパーとかをやってる人はこのスローピークとかゆっくり動いて確認するっていうのは多分かなり多用してるんじゃないかなと思います。はい、次はですね、先日シスターに行った時に私が実際に体験した技というか状態なんですけど、まあ、ここが私ですね。黄色が私で、ここに赤色の人がいます。でこの黒い斜線が入ってるのはバリケードなんですけども、まあ、こういう状況だったわけです。でさっき言ったその斜線ですね、危険な場所っていうのはこうですね、こんな感じか。はい、こんな位置ですね。ここが危険な場所です。はい、こんな感じで危険な場所があったわけですね。で、敵がここにいました。で、私はこっちからやってきて、で、こっちの方に敵がいなかったんで、まあ、ここまで来たんですよ。で、ここの赤いところを通れた理由としては、まあ、敵がこっち側じゃなくてこっち側にいたんで、まあ、こっち側から見えないじゃないですか。だからここまで入ってこれて、で、ここでちょっとクイックピークをしたんですね。ぺって見たら、目の前にいたんですね。ぺって見たら目の前に銃構えた人が、ハンドガン構えた人がいたんですけど、まあ、一瞬だったんで、敵はこっちの存在に気がついたんですけど、あの、撃っては来なかったんですよ。で、私は、ここで一回引っ込んで、もう一回クイックピークした時に撃とうと思ったんですね。一瞬だけ顔出して撃とうと思ったんですけど、こっちの赤い色の人の方が、あの、知識が、技術が上手で、私がここにいるって分かったから、あの、こっちまで来たんですよ、こっちまで。で、こっちから撃ったんですよね。で、私はここに隠れてるつもりだったんですけど、ここに、この赤いところの、入ってたみたいで、こっちに、ここで私を見つけた瞬間に頭が回ってこっちに移動して撃ってきたんですね。で、私は当てられてしまったんですね。で、私としてはこの人はここにいるもんだと思ったから、ここは大丈夫だと思ったんですよ。で、次顔を出して撃とうと思ったんですけど、この人はもうそれをさせまいと阻止するためにこっちに移動して撃ってきたっていう方法があります。なので、クイックピークっていうのは、あの、一瞬だけこう出て撃たれないんですけど、さっき言ったように存在が気づかれてしまうっていう欠点があります。なのでこの人が上手だったり、もしくはこうクイックピークした瞬間に両側にいることはないんですけど、こっちですね、ここにも人がいたとします。で、この人パッて見た時にこの人に見つかって、まあ、この人にも見つかったと。で、引っ込んだつもりがこの人の存在に気がつかなかったらこっちから撃たれるっていう瞬間
あの不安もありますので、あの時と状況によって使い分ける必要がありますね。でこの時に、そうですね、私が、まあ、シスターでゲームして思ったのは、結構クイックピークって安全にやれるんで慎重に進めていくのにいいかなと思ってたんですよ。ここに敵がいたとしても、まあ、クイックピークしながらちょっとずつ見ていって、ちょっとずつ進んでいってっていう風に考えてたんですけど、それだとどうしても動きが遅くなってしまうんですね。それだったらこっちの人みたいに、まあ、ガッと動いてバッと打った方が早いし倒せるってことなんで、まあ、CQB では速さが命かなっていうことを感じました。まあ、これは1対1の場合なんで、あのこれがね1対2とか3対1とか4対4とかになってくるとまた話も変わってくるんですけど、あのやっぱりね、あの慎重にクイックピークで見つからないようにやろうとか、構えてこう顔出した瞬間に打とうとか頭の中で考えてしまうと、どうしても動きがね鈍くなってしまうので、状況に応じてこうさっさっさっさと動いた方がいいかなっていうふうに思いました。以上の経験を踏まえて、この赤色の重さを倒すためにどうしたらよかったのかっていうのをちょっと妄想したいんですけど、まあ、私のね一番のダメだったとこは、ここのこっちから狙える射線に被ってたってとこですね。もしこれがもうちょっとこっちに引っ込んでいたら、この人がたとえこっちに移動したとしてもこのバリケードに隠れて見えなかったはずなんですよ。でも私がここにいたから当てられたんですよね。だからそこがちょっとミスかなと思います。でこの人の技術が追いつかない私でも倒す方法としては、やっぱり2人で行くっていうことかなと思うんですよね。で2人で行って、まあ、クイックピックでピッて見たとしますね。でやべえと思ってこの人がこっちに移動した、で私もこの車線に入らないところまで引っ込んだとしますね。そしたらここであの打ち合いがなると思うんですけど、その時にクイックピックとかあの早く出て打つっていうやり方でやってもいいし、2人いるのであの私が前の人がしゃがんで後ろの人が立って一緒に打ち合うっていうことをすると、まあ、火力がね2対1なんでこっちの方が強いじゃないですか。仮に私がうぎゃーってやられたとしますね。やられたとしても後ろの人が多分倒してくれると思うんですよね。はい。そしたらまあチーム全体で言うと、まあ、これで勝ってるわけですからいいのかなと思います。でまあ倒すやり方としては、そのこっちから2人で行くでもいいし、まあ、この人がこっちに行ってこう打ち合ってる間にちょっと隙を見て反対側に移って、何ですかね、この人がこの人しかいないと思ってるからこっちに移動した時に移動する間に打つとかね、いろいろあると思いますけれども、まあ、1対1じゃなくて2対1とか、人数の力、数の暴力で倒すっていうのもありかなと思います。はい、最後に初心者にありがちな、今どんな状況になっているのかわからないとか、前に出すぎてやられちゃったとか、後ろにいすぎて活躍できないっていうお話をしていこうと思います。まずこちらですね、フィールドの図を書いてみました。ちょっと架空のフィールドなんで適当に書いてるんですけど、まあ、例えばですけどこっちが青フラッグで、こっちが赤フラッグだとしますね。で青色の磁石じゃなかったんで黄色の磁石なんですけど、まあ、スタート位置がここですよ。で、例えば、スタートして、うおーって行きますよね。うおーって前に行って、うおーって行きます。うおーって行ったとしますね。で、こんな状態で、こう進んでいったときに、例えばですけど、まあ赤チームの人がここにいて、まあこんな感じにしようかな。こんな感じに来て、この黄色の人ですね。黄色の人、ちょっとホワイトボードなんで見にくいですけど、黄色の人はここにいたとしますね。で正面からのこの人にはちょっとバリケードがあって守られているんだけれども、気づかないうちに隣から撃たれちゃった。それは何かってこの人ですね、この人から撃たれていたっていう状態ですね、うん、でこういうのは初心者ではよくありますし、場合によってはここに行く人がいます。初心者のうち、まあ私もよくやりましたけど、ちょっと前に出すぎちゃって3人5人から集中砲火をフル音で浴びてしまったっていうことがよくあるんですけど、この人はなぜここまで行ってしまったのかっていうと、まあ、とにかく前だけ見て前に進んでいったんですね。そうして自分が囲まれているとことか、あの敵の陣地のど真ん中に行ってしまったってことに気がつかないんですね。でそういうのって騒ぎを始めた、そうですね、3ヶ月ぐらいの時とかしょっちゅうあったんですけど、この時黄色のこの人が何を意識しなければいけないのかっていうと、
前線っていう意識ですね。前線。書いとくよ。前線ですね。前線っていうのは、まあ、西部先生異常なしとか映画をちょっと昔見たことあるんですけれども、一番前で戦っている部分って感じですね。で、ここの前線は何かっていうと、こんな感じですね、前線は。はい。で、黄色チームの人の前線が、まあ、こんな感じなんですね。はい。じゃあ、この前線より前に出ちゃうと、やられるのは当たり前なんですよね。例えばこの人がここまで行ったら、多分、ここからやられちゃうんですよね、ここから。で、逆もしかりで、この人がここまで行っちゃったら、この人にやられるわけですよね。で、この間ですね。この間が、交戦地域ですね、交戦地域。で、例えばですけど、赤チームの前線がここまで行ってたとしますね。その時に、初心者の人が、あ、怖いよ、怖いよっていうことで、後ろでちょっと、黄色チームを迎え撃ちしてやろうということで、スタート位置のここら辺で待っていたりとか、この辺にいるわけですね、この辺。で、この辺にいると、何なのかっていうと、とても安全なんですよ、実は。なぜかっていうと、赤の前線がここなので、黄色の車線っていうのがあんまり入ってこないんですね。もちろん、抜けてるとことかもあるんで、例えばこういうとこ、こういうところの車線があるんで、多少は警戒しないといけないんですけど、横からとかは狙われないんですね。横に人が、敵チームがいないからですね。だからこういう横から撃ってくる人がいないので、まあ、この人は前だけ見とけばいいんですよね。前とか斜めを見とけばいいだけですよ。まあ、多分この辺りを見とけばいいだけなんですけど。でも、この人は、怖くて前に出れなかったりとか、状況確認がよくできてなくて、ここから撃ち続けてたりするわけですよね。こっから撃つよりも、こっから撃った方が距離が近いから的が大きくなるし、ここでは例えばこの人しか狙えないけど、ここまで行くとこっちの方も狙えるわけですね。まあその分危険も増すんですけど。というふうに、前に出なきゃ、撃てないところもあるんだけれども、後ろの方で引っ込んじゃってるから活躍できないっていうことです。そういうのを意識すると、まあ、要するに、ゲームが始まったら自分の周りの味方の人を見て前線がどのあたりまで来てるかなとか、もう右を見た時に、あ、右の方に自分の味方のチームがいるなと、で左を見たら左にもいるな、そして前に見たら前にもいるなと思ったら、あ、自分は最前線よりだいぶ後ろにいるなっていうことが気づけると思うので、じゃあ前に行ってもいいなとか、ここは安全だなとか、前に行って仲間と力を合わせて戦おうかなとか、そういうふうなことが考えることができるわけですね。はい、今回はちょっとタクティコな動きを考えようの回でした。状況によって敵の位置とかって変わるし、使うべき戦術っていうのも変わってきますので、やっぱりこれが正しいよっていうのはないんですよね。自分が正しい動きをしてもやられることあるし、適当にやっても当てられないこともあります。それは相手の度合いだったり、相手の位置だったり、相手のタイミングだったり、相手が見てる位置だったり、お互いが見てる位置だったりとかね、いろんな状況がありますので、これがいいよってものはないんですけど、これを知ってるか知らないかで、だいぶ動きに差が出てくると思うので、一つのね、参考にしてみていただければと思います。というわけで、最後まで見ていただき、ありがとうございます。小学校1年生だったらわかると思う足し算の問題でございます。上から、ちょっとこの図をよく見てください。見ましたか?はい、では問題です。5たす2。は何でしょう。正解は7です。